はい、お疲れ様です。サンコンです。本日6月23日、今富山県に来てます。明日カターレ富山のレジェンドマッチに呼んでいただいて出場することになりました。僕がカターレ富山に所属してたのが2013年の1年間だけで、当時僕プロ2年目で、京都サンガ FC に在籍してて、1年目京都サンガでもう全くこう試合に出れなくて、当時監督だった大木剛さんに年末呼ばれて、サンコお前来年カターレ富山に行ってこいと、要するに京都サンガではもう戦力として見てないから外で修行積んでこいっていう意味なんですけど、で J リーグってこうレンタル移籍っていうのがあって、席は京都サンガのままなんですけど、レンタルで別のチームに、武者修行、要するに本家の方で出れないから他で経験を積むっていうレンタル移籍が、若手がよくやることなんですけど、でそのカターレ富山の監督が、その大木さんが別のチームで監督をやった時のコーチ、いわゆる右腕みたいな存在 で本当に大木さんもそのカターレ富山の安間監督っていう人を尊敬していて信頼していて、アンマの下でサッカーやれば間違いないから、お前一回ちょっとサンコンアンマにサッカー教えてもらってこいっていう風に言われて、2年目僕はカターレ富山に行くことに決めました。もちろんその京都サンガで、いわゆる戦力外っていう意味なんで、レンタルに行けというのはっていう悔しい気持ちもありながら、カターレでやってやるぞっていう気持ちで望んだプロ2年目でした。カターレ富山って寮があって、もう寮の目の前がグラウンドで、本当にね、僕1年間まさに武者修行という言葉の通り、もう寮とグラウンドのもう行き来みたいな、そこでしか行動してないみたいな1年間を過ごしたんですけど、練習して、練習終わってから1時間2時間若手だけで練習をして、寮に戻ってあんま監督とビデオを見て研究してみたいな、
安間監督はじめ周りのスタッフもそうなんですけど、本当に向き合ってくれた、若手に本当に真剣に向き合ってくれて、で僕190センチあるんですけど、ヘディングが大の苦手で、中高をヘディングでゴールしたのはもう1、2点ぐらい苦手なフォワードだったんですよ。もうそれをどうにかしないといけないっていうことで、練習終わってからもうコーチ、安間監督、もうずっと僕にボール投げてくれて、僕一生こうやってヘディングの練習ばっかりしたんですけど、僕の J 初ゴールがカターレ富山の時のコンサドーレ札幌戦、ソヨンドクさんのコーナーキックから僕のこう後頭部ヘディングシュートなんですけど、この試合6本目、今度はゴール前に入れてくる、こっち、峰選手、峰が決めた、 J 初ゴール、いやー、本人やっと来ましたね。なんか思いがね、爆発してますよね。はい。安間監督も嬉しそうですね。安間監督と抱き合っています。峰選手、J 初ゴール、ゴールが決まって安間監督と抱き合っていましたね。いやー、もう最高っす。足のゴールじゃなくて、ずっと練習してた、頭で決めたので3倍ぐらい嬉しかったです。後半ピッチに入るときはどんな思いで試合に臨んだんでしょうか。いや、もう練習試合でやってることをもうやろうって、いつも通り、そんないつも通り、はい。なんか自分自身ヘディングでゴールできたことに感動してしまって、あんま監督と抱き合ってしまったんですけど、でいつもこう練習試合とか公式戦終わってからあんま監督の監督室に行って、あんまさんちょっと一緒に DVD 見てくださいっていうので、ずっと僕の動きだけを見てもらって、いやさんここはここにポジション取れ、こういう時はここに動け、めちゃくちゃ教えるのがうまいんですよ、本当に。なんかこう、型にはめるんじゃなくて、その一人一人の選手の特徴に対して、いや、お前はこう選んでいい。お前の強さはここやから、ここにおっていい。で、別の選手には、いや、お前だったらここに行け。だからそういう、すごく、一人一人の個性に合わせて、求めるプレーを変える監督で、本当に安間さんはすごいと僕は思いました。最後僕安間さんに、お礼を言えなかったのがずっと心残りだったんですけど、僕の16年間のサッカー人生で一番サッカーを教えてもらったのは本当に安間さんだと思います。それぐらい僕は安間監督には感謝してます。あとは富山の先輩たちも本当にいい人ばかりで、みんなサッカーに真剣でしたね。なんかサッカー選手ってこう、サッカーは上手いけど、人間的に尊敬できない人ってたくさんいるんですよ。で、僕、カターレの先輩は本当に人として尊敬する人が多かったなと思ってます。本当にいい仲間と1年間サッカーできたなと思ってます。僕自身1年しか在籍してなかったので、多分カターレの人たちは僕のことをそこまで思い入れはないと思うんですけど、個人的に僕の人生の中で、まあ、特にサッカー人生の中で、カターレ富山っていうのは本当に特別な、めちゃくちゃ思い入れのある1年だったので、10年ぶりに喧騒のピッチに立てることを本当に嬉しく思ってますし、幸せ者だなと。見てください。10年前のユニフォームです。カターレ富山、俺たちの誇り、愛するこの気持ち、求められない。僕は2017年にサッカー引退して約6年経つんですけど、本当にスパイク履いてちゃんとサッカーするの初めてですね。僕友達にフットサルとか誘われても行かないですし、6年ぶりになんかサッカーやるんで、ちょっとドキドキしてます。で、ちょっともう捻挫しちゃダメなんでテーピングも買ってるんですよ。見てください、これ。僕足首すぐぐねるんで、捻挫だけは嫌だなと思って。先発言うとは。
キーパー鶴だよ。兄ちゃんじゃないよ。兄ちゃん今出る気満々やから。宇野さんいいな。どれどのバックへ行くの？19対18。秋元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 。宇野さんこれ発表してるよね。発表してるよね。宇野さんこれ発表中か。発表してる？発表してる？これ発表中ですよね。出ちゃう。宇野さんに怒られるから。エスコートパーソン、エスコートキッズを伴っての入場となります。いいですね、この雰囲気ですね。テレビご覧の方は誰か分かりますかね、顔書いてみて、どの選手か。前に番号が入ってないんでね。あの今ね、頭丸めていらしたのは今僧侶でいらっしゃる梅村春樹選手。選手のようなそんな風にも肩寒いですよね。前田大然って言われる。前田大然、確かにそうですね。今そうでした。こうやって一緒に写真撮ったりして、はい、いや大事、はい、ファンのサポーターの方も嬉しいでしょうし、そうですよね、記念に残りますよね。まあ、これがカターレ富山が歩んできた15年のうちのワンシーンであり、はい、 そうですね、そして15年経ったからこそ見られる光景でもあるわけですよね、はい。まあ、歴史を感じるし、これからどんどんそういう新しい歴史も作っていってもらいたいですよね。あ、すごい。いや、もっと10分ぐらいくれよ、俺に。宇野さん、10分ぐらいくれよ、俺にも。5分で終わっちゃう。おいおい、何時間かけてきたんだよ。おいおい、10分ちょうだい、10分。なんで5分なんだよ。大丈夫、ちょ、宇野さん。ねえ、やるよ、監督。やる？やる。もう宇野さんが。雄大さんのフォワード懐かしくない？後半に向けて意気込みをお願いします。僕らの練習試合ですごくいいコンビだったんですよ。公式戦あんまり出れなかったんですけど、その練習試合のコンビを今から見せます、うん、まさしくその通りですよ。練習試合のあの輝きを一回見せつけなくちゃいけないんで、アンマさんに届け。はい、アンマさんに届け。ではいいチームプレーを見せていただけるということで、後半も期待しています。ありがとうございます。村松選手と峰選手。声がちっちゃいの。
ください。白崎亮太です。お願いします。というよりも、あの必然だと思ってます。え、まだ現役じゃ21年に引退を、はい、されていますが、さあ峰からオフサイドアピールは、旗は上がってない、決まったー、追加点、チーム4だけ。セレブレーション、シュンとシラに何かあります？あ、シラは小学校の時の俺の髪型してるし、シラは今左利き？今多分そうっすね。いや変わった。あ、本当。それぐらいかな。みんなでも会いたいね、みんなでね。まだまだまだ会いましょう。会いましょう。はい。Thank you.